れてくる。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は1時間2分です。運転お疲れ様でした。え？駐車場あんのこれ？どこに止めたのみんな？あった。ここか。ここに止めるね。よいしょ。歩くのあれを？そうらしいです。ワンなんだ。ナナちゃん。ナナちゃんのね。まあ、てかまさか長野県また来ると思わなかった。今日も京都で暴走中。うん、軽井沢大橋。何？胃の内容物が出ないことになる。どっかに書いてある？軽井沢大橋って。ピコン。昭和44年6月、私は残りたいだって。あ、軽井沢大橋ですね。さあ、歩行者は右側なんでね、とりあえず右側を。一応、あ、本当だ、自殺防止になってる。なんかね、飛び降りてる人多いんだってよ。そうだよ。竹。ちょっと待って。でも一応さ、観光地なんで。景色はいいね。すごいよね。全部網だからもう全部見えるという、ね、山だったら戻っててもいいよ。あ、そう。こんな感じで行っております。すんげーピコンピコン激しい。携帯落としそうだ。ゴーストチューブの反応が鈍い。なんでここ誰かぶつけたの？駐車、あ、駐停禁止なんだ。はい、まあそりゃそうだよな、これ。でも覗きたくなるよね。車でここ走ったらね、大タクシーです。私は彼に言った。よくある言葉来たな。はい、渡りきりました。
軽井沢を感じだね、こっちはね、下降りらんねえもん。はい、これがね、あ、ちょっと後ろ車来てる。なんだっけ、なんか鳥、雲の巣に引っかかった草、鳥をくぐるとなんかバチ当たるとかなんか、なんか言われてたらしい。でもだからその鳥はなくなりました。これが鳥居の跡、多分天狗大名人かなんかそんな感じじゃなかったかな。はい、ちょっとお邪魔しますね。でこれ多分あのシデが引っかかってたロープでしょ、うん、はい、じゃあ失礼しますね。はい、停止してくださいだ。まあこれ以上進んだら落ちちゃうんだね。はい、じゃあちょっとね、再生後ポーンって言った。あ、ちゃんと神様見えますね。神様、木の札が見えるだけで何も書いてないんですけど。はい、じゃあすいません、お再生後私からちょっと参拝します。あ、やっぱ試練の跡あるね。じゃあちょっと周りを失礼しまして、下降りらんないね。え、寒いから戻るか。はい、じゃあすいません、あのちょっと正面から撮らせていただいて、これをくぐったらバチ当たるんでしょ。わかんない、なんかそんな感じのこと言ってたような気がする。まあそうだろうね、まあ、詳しくは心霊マニアさんか仮想法さんの動画を見てください。丸投げにします。お二人の動画に詳しいこと書いてあるんで、私はただね、メガネ星のついでに来ただけなんで。お邪魔しました、ありがとうございました。はい、じゃあもう寒いから早く戻ろう。